はい、今ホテルの方、ホテルというかこちらのね、宿チェックアウトしましたので、はい、次のね、目的地アリススプリングに向かって進んでいきます。はい、こちらを右に行くとエアーズロックの方なんですけど、はい、私は逆方向で、アリススプリング空港の方へ行きたいと思います。はい、合流ですけども、はい、安全確認あ大丈夫そうですね。はい、じゃあ行きます。はい、もう100キロ、100キロ制限になりました。はい、クルーズコントロールでね楽していきたいと思います。はい、クルーズコントロールをね使うのはおすすめです。というのはスピード違反をするね心配がなくなりますから。はい、今日もいい天気ですね。はい、そして向こうの方のマウントコーナー、山に見えないですけどね、石の丘に見えますけど、マウントコーナー、はい、そちらの方の見晴らしのね展望台があるらしいので、はい、そちらの方へ向かいます。はい、あちらの方はね見えますでしょうか、マウントコーナー、マウントコーナーが見えてます。はい、なんかね西部劇でも出てきそうなすごいもう岩の山に見えるんですけど、はい、あれがね個人の所有物らしいんでね、すごいなと思いますね。はい、先ほどまで泊まっていたカートゥンスプリングスっていうところで、四輪駆動のねツアーを申し込むと、あそこまでね四輪駆動車で連れて行ってくれるみたいです。それはそれでね、なかなか面白い、めったにできない、旅行になるんじゃないかなと思いますけど、はい、もしね興味があれば申し込まれてください。はい、こちらはね右に曲がる道があるので、これを曲がるとおそらく行けるのかな。はい、うわあれはもう四駆車じゃないといけないですね。か、まあオールウィールドライブとか、はい、普通車じゃね危ないんでね、やめた方がいいと思います。はい、こちらマウントコーナールックアウトでね、マウントコーナーをいるところになります。ちょっとねこちらの方に泊まってみます。はい、パーキングはどこでもいいのかな。Please leave rest area clean and tidy。 あ、これはただの説明ですね。はい、じゃあねちょっとこちらの方、向こうの丘の上に登るのか、どういう風になってるのかなと思ったんですけどね。はい、こちら側じゃなくてこちらのね上の方に登るみたいです。ということでね、あそこを上がって見てみたいと思いますけど、ちょっとこのサンダルじゃダメだな、靴に履き替えないとね砂がいっぱい入ってきそうなんで、はい、ちょっとね靴に履き替えます。はい、行ってみます。はい、安全確認、まあ来ないか、安全確認をして、はい、OK。 はい、じゃあ行ってみましょう。うわすごい砂漠、すごい砂漠です。はい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 、うわ歩きにくい、よし、よし、歩きにくい。はい、歩きにくいです。すごくね、足に負担がかかってきますね。はい、結構360度。いけそうな感じですけど、
わあ、湖か。Is that a movie camera? Yes, this one, small one. This one, old one. Oh, cool. I've never seen one that little. You know, some guy put on head and diving to the sky. Oh, okay. Yeah, the good picture. That's cool. Yeah. はい、質問を受けました。これは何ですかって。はい、湖がありましたけどね、カラカラです。はい、カラカラ。はい、少し太陽がね眩しいので、はい、こっち側が東だけど、もう今ね時間が10時近いから、はい、かなりね太陽が北側の方に行ったと思います。はい、そしてマウントコーナー、見晴らし台って書いてますけどね、はい、マウントコーナーです。はい、そしてこちらが今やってきた道、はい、時速100キロ、110キロがね、100キロに落とされて80キロ。はい、こういうね人が横断する可能性のあるところでは、はい、すぐにねスピードを落とすような仕組みになってます。はい、わあ、すごいな。はい、マウントコーナーです。ああ、みんな終わりか。はい、ここね、ノーザンテリトリーなんですけど、なんかもうビーチみたい、裸でね、おられます。はい、ということで、はい、エンジンかけましょう。熱い。はい、こちらの方はキングスキャニオンに行くね、ところです。はい、ちょうどね、ここですね。ずっとここエアーズロック、カタジュタからずっと来て、昨日 はこのカーテンスプリングス泊まったんですけども、今この分岐にいます。で、私は今日ここからアリススプリングまで行くんですけども、ここのところを左の方に行くとね、キングスキャニオンというところにね行けます。で、ちょうどその今ね、交差点というか分岐地点なんですけども、はい、こういうところです。はい、何もないですね。ないところです。はい、そしてハイウェイの方行くと、はい、休憩するところ、ただ単にね休憩するっていうだけで、はい、何にもないです。はい、
はい、右に行けばウルルエアズロック、はい、左の方はスチュアートハイウェイって書いてますね。はい、こちらの方またね進んでいきます。はい、さっきからねずっと、運転してるんですけども、もう何も見えない、何も見えないっていうかね、あの楽しむような景色が何もないんで、ちょっとあの暇になってます。はい、ずっとこういう道がね延々と続いてるだけで、はい、あの面白い景色が出てくるわけでもなくてね、でたまにまあ何十分かに1回車とすれ違うこともあるぐらいな感じです。はい、向こうから観光バスが来ました。そうですね、はい、前にねルーバーっていうあのカンガルーとか動物とね衝突しても大丈夫なような前にね、バーがついてます。で昨日なんですけども、こうやって走ってるとね看板が出てきて、動物に注意っていう風な看板があったんですけど、はい、でね目の前にね、あゴミが落ちてるのかなと思ってたらね、目の前に大きなトカゲがね、地面にひっついてまして、うまくまたいだことを願ってるんですけど、もしかするとちょっと踏んでしまったかなとかね思ってます。そういうのがね2回ぐらいありました昨日。それとねあと驚いたのが、野生の牛がねいてて、それもね道路の横で草食べたんですけど、それもねちょっと、驚いて、はい、仕事でね、出張でフィジーに行った時のことをね思い出しました。はい、こういうね青空が延々と続いてます。はい、左側、ちょうどね北の方は曇ってるんですけど、はい、南の方は、青いね空になってます。自転車か。頑張れよ。自転車で行ってる。すごいな。はい、今自転車の人がねどこにいたかというと、ここですよ。セントラルオーストラリアノーザンテリトリー。そこをね自転車で旅してました。はい、ただいま東の方へ向かってますけども、はい、こういうところです。何もないです。いやそれにしても、はい、びっくりしました。はい、ここは60キロで走ってくださいと書いてあります。インフォメーションって書いてあるんですけどね、何か休憩するところがあるのかな。これインフォメーションと思うんですけど、あこれだけ、はい、何かある。うわロードトレーン出てきました。はい、今の小さな町をね、通り越しました。はい、またここからね80キロで OK らしいです。
を左に行くとアリススプリングス、これを右に行くとアデレードです。はい、ここはアデレードじゃなしにね、ちょっと左の方に曲がってこのサービスエリアでね、ちょっと止まってから行きます。キャンパートレーラーですね、さっき通ってきました。はい、これがねオーストラリアのキャンパートレーラーですね。あれで四輪駆動でね、すごいところに行けるっていうことで、はい、この荒野の中のサービスエリアです。一応ね宿泊施設もありますね。うわーロードトレイン、はい、長さ100メートル、ロードトレインです。いやーすごいな。はい、貴重なガソリンスタンド。はい、当然ですけどね、四輪駆動が主導です。主導というかメインね、メインは四輪駆動、スペアタイヤも積んでます。はい、暑いのは35度です。はい、ちょっとあの説明があるから説明に行きましょうか。ノーザンテリトリー、はい、今いるのはねここです。昨日はエアーズロックにいて、でここでカーテンスプリングス止まって、今ずっと来てねここまで来ました。はい、今日の目的地はねエリススプリングス、ここです。こっからねここまで飛行機で40分かかります。はい、もしねダーウィンに行きたい場合、ダーウィンここですけどね、行きたい場合はここ通っていくんですね。うーすごいな。はい、はい、You are here ね、ここです。ARB のウーバーとシュノーケルもついてます。ここはいくらだ、1リッター 122.18 だったら向こうと一緒だな、はい、バー12時から、はい、トイレ、はい、向こうもねキャラバン、モーターホームとキャラバンを引っ張ってる方がおられます。はい、こっちはどうなってるのかな。ノーキャンピン、はい、まあ、みんなもスペアタイヤ2つついてるな。はい、スペアタイヤが2つついてます。ランドクルーザーサウスオーストラリアガバメント、あ、これ政府の車ですね。シュノーケルがねついてます。はい、こんな感じで、何時今、11時15分、ちょっとねトイレ行きましょうか。はい、オーストラリアのノーザンテリトリーです。ナンバープレートもアウトバック、ね、はい、ナンバープレートもアウトバックです。そして後ろについてるトレーラー、まあ、このネットはあの石が飛ぶ石よけですね。はい、ダブルアクセル、
水のホース出すと思いますね。はい、こんな感じです。ノーザンテリトリーです。法定速度130キロのところっていうのはね、経験したことないんで、ちょっとハンドルをきつく握って走ってますけど、はい、現在ね39度です。で、道路の標識が130って書いてるんですけどね、この車レンタカーで、そんなスポーツカーじゃないんで、ちょっと車がね、ガタ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 してます。はい、ノーザンテリトリーではね、なんか制限のないところもあるとかって聞いたんですけど、はい、道路はね、そんなツルツルのね、日本みたいないい道じゃないし、はい、そんなんでちょっとね、運転しにくいところで130で走ってます。はい、先ほどからね、ロードトレイン、100メーターぐらいの長さがあるね、ロードトレインっていうトレーラーを見かけてるんで、はい、またそれをね、見かけたら撮りたいと思います。もう超ど田舎です。よくこんなところにね、道を作ったなと思うぐらいですけど、はい、途中ね、車にはねられて死んだカンガルーが道のね真ん中に横たわってるんですけど、それにまた群がるね鳥がいて、ちょっとねあまり見たくないような光景です。はい、ここからアリススプリングスまで、2時間20分って書いたかな。はい、休憩しながらね進んでいきます。このバスをね、今からちょっと追い越そうと思います。はい、130キロで走っても追い越しにね時間がかかります。はい、追い越しをするときはね、無理のないように、はい、無理のないように追い越しをしてください。それもね、直線コースでね、追い越しをしてください。はい、現在40度です。はい、暑い暑い。はい、この辺にもね、フェンスがあるんで、人の手が入ってるっていうことですね。はい、普段ねちょっと見慣れないようなハゲ山で、ちょっとね変わった形をしています。オーストラリアのノーザンテリトリーです、自動車で走ってる途中にね、このキャノンボールメモリアルっていう看板があったのでね、どういうところかなと思って、来てみました。こちらの方にですね、石碑があるんですけど、はい、こち
らを見るとね、日本人の方の名前が、2人見る。ここで お亡くなりになられたということで、日本語の、ね、説明がこちらの方に書いてあります。ということでね、手を合わさせていただきました、ね、やっぱりね、自動車の運転は、ね、レースでなくてもレースでもね、まあ、どんなものでも安全に運転していただきたいなと思います、まあ、今日もねレンタカーで走ってるんですけど、水温は大丈夫かとか、オイルは大丈夫か、空気圧は大丈夫かをね、よく確認して、はい、安全にね、走れたらいいなと思ってます、はい、ということで、ね、こちらの方でねたまたまですけど止まって手を合わさせていただいたんで、走っていきたいと思います、はい、こちらの場所はね、こういうところです。本当ね、何もないです。そこにドラム缶がゴミ箱があるだけ、はい、現在ね、39度です、はい、あの灼熱のね砂漠っていう風な感じのところです。フリーエントリーって書いてあったんで来てみたんですけど、はい、閉まってますね、はい、代わりにねロードトレインをね見せてもらいましょう。はい、見えますでしょうか、ロードトレインです、はい、長さ何メーターあるのかな、すごいな、はい、ここから始まってね、長さがこんな長いですよ。三両連結、はい、これ一台でこの長さです。はい、キャラバンパン、今のねガソリンスタンドがあったんですけど、後ろがねキャンプ場、フリーサイト、無料でね泊まれるのがありますよ、はい、フリーサイト、あ、トカゲ出てきた、はい、トカゲが出てきました。さすがノーザンテリトリー、あれもキャンプに参加するのかな。はい、飛行機の中から見たね赤土は多分この辺ですね。この辺の景色が飛行機から赤い土に見えたと思います。とうとうやってきました。Welcome to Alice Springs。はい、Alice Springs です。せっかく来たから写真撮ってきましょうか。はい、Welcome to Alice Springs。アリスプリングスへようこそ、はい、アリスプリングスに到着しました。あと10キロ走るとね、町の中に入っていきます、はい、ということで、とうとうねここまで運転してきました、はい、ノーザンテリトリー、現在の気温ねまだ40度で非常に暑いです。はい、ということで、
はい、アリスプリングからでした。